こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は千葉県千葉市総武本線幕張本郷駅にやってきました。その他に京成電鉄千葉線京成幕張本郷駅が位置しています。3列車同時に行ってしまいました。右の方を高速で通過したのは総武快速線になります。津田沼方面に向かっていったわけです。そして右側を見ますとたくさんの車両が留置。総武快速線の上り線と下り線に挟まれるような形で巨大な車両基地、 JR 東日本千葉支社の幕張車両センターが位置しています。こちらは関係ない車両になりますが、現在運用の都合上でここで見ることができています。通称ニーツ配給を中心によく見てきている E235 系線番台、前身 E217 系はかつてここに配置されていました。しかし2006年になりますと鎌倉車両センターに一括配置、ここの配置はなくなっています。車体番号末尾から判断をしますと26なので F26 編成、こちらもどこかで配給見たような感じがします。新潟県新潟市に位置します総合車両製作所ニーツ事業所で申請されています。グリーン車は横浜事業所申請。津田沼方面から幕張方面にホームをゆっくり歩いています。双方の駅から入出区できる構造になっています。収容車両総数は約450両と言われています。実際に配置されているのは約400両程度、大半の配置を占める、主に千葉県内で運用される209系2200番台。突然風が強まったり雨が降ってきたり変な天気になります。先ほど言い忘れましたが、こちらは総武本線の駅でも観光船のみが停車する駅、快速線の列車は全て通過します。そして配置される車両に話を戻しまして、2100番台以外に2200番台6両編成が1本配置、暴走バイスケルベース、この辺りから確認することはできません。後ほど見れればいいなと思っています。どうやら暖房器具が故障したようで、冬の間運用に入らないと言われています。その他に特急車両も配置されています。しかしここから見えませんので、改札を出まして外から見ていきたいと思います。 E257系500番台、そして今回様子を見に来た255系、一体どのようになってるのか。9両編成が5本配置されていました。そのうちの2本は残念ながら廃車改装配給、残りの3本確認できるか分かりませんが探していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。前回訪れた際は3本確認することができています。しかし視聴者様からコメントをいただきまして、そのうちの1本がどこかに消えたということです。今回気になりましてやってきました。その他に千葉県内では全く関係ない車両がまだたくさん留置されているかと思います。合わせて様子の方も見ていきたいと思います。敷地面積は約17万8000平方メーター。広大な敷地を有するとたまに言う交通車両センターが約10万6000平方メーター。1.7 倍ぐらいのサイズがある車両基地になります。細長い構造になります。もう一つ奥に陸橋がありますので上から覗いてみたいと思います。構図の配置両数は約1000両ちょっと。それに対して敷地面積が 1.7 倍近くもあるのに400両ちょっと。その差は一体何なんでしょうか。構造上の問題といったとこでしょうか。ということで何か実がなっています。
駅からほど近い場所に高架の道路が見えてきました。こちらは国道14号線。京葉道路、有料道路になりまして、確か歩行者立ち入ることができなかったはずです。もう少し幕張方面に進みますと陸橋があります。257系、500番台と並んでいます。255系になります。BE 何編成でしょうか。ここから確認はできません。そして500番台の運転席周辺には何か表示が出ています。少し距離がありまして読むことができません。そして近くには E235 系、1000番台と E217 系が並んで留置。付属 Y140 編成に見えます。運用の都合上留置という形になっているのか、それとも疎開留置になっているのか、詳しいことはよくわかりません。こちらに関してはやはり文字が小さく読めません。500番台に関しては2021年度と2022年度ともに4編成ずつ改造が行われています。その後東大宮センターに転属、2500番台や5500番台に変わっています。合計8編成がここから抜かれていますが、十分運用の方足りているようです。臨時列車が増発されますと車両が足りなくなります。そこを補っていたのがこちらの255系。6月30日までは定期運用を持っていたものの、すべてなくなりまして、ここ最近では臨時列車を中心に運用に入っていました。しかし先日東京阿波鴨川間で運行されましたビュー若潮号をもってすべて終了したとも言われています。E131系、0番台が見えまして、その右側に3本、27両。留置されています。 BE01 編成や BE05 編成、トップナンバーやラストナンバー、秋田総合車両センターや郡山総合車両センターの方に旅立っています。ここから出発したというわけではなく、一旦自走で京葉車両センターの方に改装された後、電気機関車 EF81 型の牽引配給という形で向かっています。ここで3編成確認することができれば、まだすぐに動きということはないかもしれません。相変わらず臨時列車や団体列車の運行発表ありません。そして秋田の方には様子を見に行っていませんので、よくわかりませんが、郡山に入った車両に関しては中間車がすでに内装解体済み。こちらの3編成27両、どうなってしまうのか気になるところです。右を見ますと、ブルーシートの取り付けられた車両、こちらが関係ない車両になります。2200番台、暴走バイスクルベースが手前に留置されていまして、奥に関係ない車両になっています。ここからではよく見えませんので、もう一つ先に陸橋があります。移動して見ていきたいと思います。異様な光景になっています。一体何両連結されているんだといったところです。暴走バイスクルブレース、どうも発音が難しくてうまく言えません。略して BB ベースと言った方が良いかもしれません。そして見えてきました、ブルーシートの取り付けられた車両、オレンジのラインカラー、豊田車両センターに所属します E233系0 番台の2階建て車両グリーン車。この先中央快速線や直通する青梅線で営業運行を開始するとされています。一応10月13日からお試し期間として無料でサービス開始。それまでは豊田の方に止め置くことができませんので、ここ幕張の方に疎開留置という処置になっています。今まで最長8両吊られた状態で見たことがありますが、どうやらそれ以上10両以上連結されてそうな感じがします。
10月13日以降サービスを開始しますと、現行10両編成に2両ずつ組み込んできまして、12両化されていくかと思います。そうすればこちらに留置されている車両も疎開返却改装、 BB ベースとこのような顔合わせはもう見ることができなくなると思います。そして車体番号の方を見てみますと、末尾47、47編成目、比較的新しいグリーン車になります。構図の方にも疎開されています。8両ずつ疎開留置という処置になっているかと思います。しかしこちらは8両2編成分を全てまとめまして16両で留置という形になっています。2階建て車両が果てしない長さの編成を組んでいます。今回初めて見ました。オール2階建て車両といえば215系を思い出します。10両編成でしたが、こちらは16両編成になっています。営業運行することは絶対ないかと思います。もしかしたらこの先で切り離されまして8両と8両それで16両を組んでるのかもしれませんが、今のところ全て連結してそうな感じがします。幕張本郷方面から数えてみますと、だいたいこの辺りが8両目になります。しかし連結、さらに幕張方面を見たところで全て連結されてそうです。立教場に到着をしました。上から見てみたいと思います。幕張方面1、2、3、4、5両そして橋の下に6両目こちらが7両目で8、9、10、11、12、13、14、15、16それだけではとどまらず、左にもう1セット留置されています。こちらに関してはそこで切れていますので8両で留置、1回の疎開改装で4両ずつここにやってきています。合計しますと24両12編成分、分割可能な H 編成6両型に4両組み込みまして疎開改装してきています。6回行われています。返却する際も同じようなことであればまた6回行う必要があります。 EF64 型相当連結器を搭載した1030号機あたりを短期で改装してきまして、先頭に連結、16両で一気に疎開返却改装行われることはないかと思います。そしてもう一つの気になる車両255系に関してもここにそのまま留置になっています。今後動きがあればグリーン車と含め様子の方見ていきたいと思います。さらに E217 系や E235 系旋盤台についても様子の方見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この後幕張駅の方まで歩きたいと思います。もう一つこの先に立橋がありますので、16両連なったグリーン車最後に見て終了したいと思います。まあ、個人的な考えとしまして、8両8両2編成に分けて留置しといても良いのじゃないかなと思いますが、なぜ16両全て連結してるんでしょうか。仮に許可を得て中から見せてもらったとしても、16両とても長く収まらないかと思います。立教場に移動してきました。しかしあまり見やすい状況とは言えません。そろそろ幕張駅の方に移動しますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。